トンちゃん大声遮る選手権で優勝して、なんだそれ、俺はそんな大会に出た覚えはないぞ、ないよ。マッドか、ああなるほど、音最大、音最大です。あの僕遮って大きな声で喋る選手権やったらかなり上位に自信あるんで、ちっちゃ大きいのと、あとあの早口なんですよね僕。なのでその大声遮る選手権をやったら絶対勝てる自信はあるんですけど、とはいえちっちゃ、そのスキルは僕は使わないようにしてるんですよ。なのであのまあ、やりたければそちらの勝負も全然できますよっていうのもあるんですけど、ただそれをしないと決めているんです。何これ、ちょっと、あ、こんにちは、こんにちは、というわけでですね、あの、おにおめえやってる、おにやってるこれさ、あの言い方が一緒だね。これちょっとこれ止めちゃったけど、ごめん、最後まで見た方がいいやつ、これ。もう俺兄やってるでもうお腹いっぱいになっちゃったんだけど俺、これ兄やってるの言い方がさ、ちょっと待って、俺のもう一回来て、やりたければそちらの勝負も全然できますよっていうのもあるんですけど、ただそれをしないと決めているのです。3,2,1,GO。 こんにちは、こんにちは、というわけでですね、あの、お兄おめえやってる、お兄やってるやってるおい面白いぞ、いやおいじゃあ俺はクソゲーをやんねえからうるせえ、うるせえ、カルトがいる、来た来た来た、強強さうるせえ、どこだどこだ、お前もいるもんね、みんなこんなところ来るから、早く寝ろ、早く寝ろ、今日の邪魔しとこないって言うし、お前半年飲むってから、お前コメントしろ、うちらは何やんだ、どこどこだ、両方向あったから、カラッ見て、左とか、どこだ、やべえ、うわー本当にうるさい。俺それ聞いちゃったんだから、しょうがねえだろ。聞かんくそ、うるせえよ。ふざけんなよ、この野郎。あ、いた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 。こっちじゃねえかよ。こっちじゃねえかよ。待ってくれ。今の、あれ、本当のディアブロス、今の。あれ、違う？純一の声、今の。どっかディアブロス出てきたよな。モコ先生なんだ、へえ、そうなんだ、こっちじゃねえかよ、あ、似てるわ、誰だよ、ネット通じて俺にサーバー攻撃してやるやつ、おい、はぁ、もう、カウソ見つけたろ、カウソ見つけたろ、ゲームにバグ起こされるやつ誰だよ、おい、カウソ見つけた、目の前にいただろ、おい、何でも終わらんのきんだよ、何でも終わらんのきんだよ、何でも終わらんのきんだよ、カワウソの時思い出しちゃって、あれほんとつらかった。7時間ぐらいカワウソ探してさ、やっと見つけて捕まえようと思った瞬間にアークが落ちたんだよ、うん、すげえ辛かった、それを思い出させた。てか俺、あの、ここが面白いったな、この勝てる自信はあるんですけど、兄やったらーこのスキルは僕は使わないようにしてるんですよ。なのでまあ、やりたければそちらの勝負も全然できますよ、しないと決めているのです。3,2,1,GO。 あ、こんにちは、こんにちは、というわけでですね、お兄おめえやってる、お兄やってるこれさ、もうあのね、地元とかさ帰るとさ、みんな「あ、おい久しぶりだね」とかじゃないんだよ、「おはにやったろ」ってさ、それで始まるのよ、なんか地元帰ったなんか気持ちになったわ、うん、そう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 、大体みんなこれっすね、うん、バーベキューとかやってんじゃん、でこうやってあのみんなで集合してバーベキューっていうかは、なんかこう初めは3人とかでさ、でどん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 のれんくぐってみんなで4人目5人目6人目って来るんだけど、その時大体みんな「おいやったろ」っつって、それがなんか懐かしく感じました。